キラキラ、上津、キラキラ、上津は、東日本旅客鉄道、JR 東日本新潟支社が、新潟駅坂田駅、北田駅間を、白新線上津本線経由で運行する、快速列車である。本項目では、列車及び、専用車両について扱う。なお、専用車両、キラキラ、上津については、ジョイフルトレインキラキラ、上津。 国鉄485系電車、ジョイフルトレインも参照。新潟駅で上越新幹線に接続し、新潟県下越地方、山形県庄内地方を走行する臨時列車で年間を通じて、主に週末を中心に運転される。列車名は、上越本線に寄り添う日本海の美しさをキラキラで表現するとともに、路線名の由来でもある。 沿線地域の旧国名、では国と越後国を合わせた、右越を表したものである。沿線には、日本海に沈む夕日、笹川流れ屋では散々、かつての城下町である、鶴岡市と村上市、北前船の文化が根付く、港町の坂田市などを、はじめ数々の観光地が存在し、また足したような食材が豊富な立地でもあり、四季を通じて、 観光資源に恵まれている。こうしたことから、キラキラ、上津には、乗って、嬉しい、降りて楽しいというキャッチコピーが銘打たれ、沿線観光が主眼に置かれており、停車各駅からの観光コースも設定されている。JR 東日本新潟支社と秋田支社、仙台支社では、沿線自治体と共同で観光振興に取り組んでいるほか、 山形新幹線の在来線区間を運行する臨時特急列車トレイユ翼などと合わせた周遊間コールとの提案を進めている。専用編成により3月から1月上旬にかけては金曜日、土曜日、休日を中心に1月中旬から2月にかけては土曜日、休日を中心に運転される。このほか、夏休み期間や年末年始などの多客期には毎日 運転される場合がある。通常時の基本運用は、新潟駅坂田駅間を1日1往復する形態となっている。また、主に7月から10月上旬にかけての夏季間は、坂田駅まで、さらに不定期ではあるが、宇後本城駅や北駅まで、それぞれ延長運転が実施される。これらの場合も運用は1日1往復となっている。 新潟車両センター所属の485系、電車700番台、キラキラ、上津、専用4両編成が充当される。外装はホワイトをベースに、上津本線沿線の色彩豊かな四季の風景を、イメージから明かしてパッチワーク風に配色した塗装が施されている。種車の485系は、高運転台だが、キラキラ、上え編成は、 車窓の長望性を高めるため低運転台に改造されている。座席車は全車普通車で1号車、3号車、4号車のいずれも全席指定席となっている定員116人。座席はシートピッチ 970mm のリクライニングシートを採用し、席間はグリーン車並みの間隔が確保されている。 車内は床面を高くしたハイデッカー構造と大型のウィンドウを採用し、より車窓を楽しめるよう設計されている。また1号車と4号車の先頭部、運転室後方には、テストバーベンチを備えた簡易展望スペースが、3号車には多目的室、キラキラルームが設けられている。2号車は、キラキララウンジ車両で、ミニビュッフェ、茶屋とボックス席、18席、 沿線の風景や名所プロジェクションマッピングやパンフレットで紹介するキラキラ情報コーナーが設られているミニビュッフェとボックス席に関する詳細は後実。バリアフリー対策として車椅子席を3号車に設置しているのをはじめ全通路に手すりが取り付けられ各車両の乗車口付近はスロープの設置やドア幅の拡幅。 ドアチャイムの設置などの改造が施されている。また1.34号車のトイレのうち、3号車は車椅子対応の大型トイレである。車内は全車禁煙となっている。喫煙室等は設置されていない。なお、キラキラ、ウエツ編成が定期検査等のため運用できない場合は、快速、キラキラ、ウエツは、他車両での代替運転は行わず。 全区間で運休となる。新潟駅と夜坂駅、柴田駅、村上駅、桑川駅、勝木駅、富や駅、ネズミヶ関駅やつみ温泉駅、宇前大山駅、鶴岡駅や丸目駅、坂田駅、湯沢駅、吹浦駅、木坂田駅、金浦駅、二ヶほ駅、西し駅、五本城駅、秋田駅。日本レストランエンタープライズ、新潟営業支店が、新潟駅、坂田駅間で、車内販売。 待ち受け販売及びワゴン販売を担当している。二号車、キラキララウンジ内のミニビュッフェ、茶屋では、新潟駅で、校内営業を行っている三神犬と、キラキラ、上津、の車掌が、共同企画し、沿線各地の食材を取り入れた駅弁、キラキラ弁当などの弁当をはじめ、地酒の飲み比べセットや地ビールなどのアルコール類、ソフトドリンク、 土産品などの販売が行われており、茶屋で購入したものは、ラウンジ内のボックス席で飲食できる。ただし、新潟駅坂田駅間のボックス席は、茶屋専用席として、茶屋で飲食品を購入した乗客のみを利用対象としている。また、より多くの乗客に車窓を楽しんでもらうため、約40分間の利用制時間が設けられている。利用は、先着順で、 空席の場合は会計の際、茶屋の販売スタッフにボックス席を利用する旨を申告すれば、すぐに着席でき、利用時間が40分を経過すると、スタッフがその旨を打ちする。なお、満席の場合は会計の際に次の空き時間の着席を事前予約した上で、スタッフから予約券を受け取る必要がある。茶屋及びワゴン販売の営業区間は、 全景の新潟駅坂田駅間のみで坂田駅北へ延長運転する場合も同駅北では営業を行わない。また延長区間内ではボックス席は時間制限なく自由に利用できる。キラキラ、上津の運行開始当初は坂田駅で校内営業を行っていた坂田弁当販売が物品類の供給を行い、車内販売専用弁当、キラキラ、 上津弁当も調整していたが、2005年、平成17年10月末に、校内営業から撤退し廃業したため、駅弁当は、翌11月から、新潟駅の校内営業業者が納入している。専用車両は、キラキラ、上津のほか、JR 東日本管内の臨時列車や団体列車に運用されることもある。新潟支社管内では、年末年始や特定時期など、 主に平日に運行される臨時列車を中心に運用される。同志社以外の地域ではデスティネーションキャンペーンなどを各種催時等に合わせて運用される。また団体列車では武蔵野線、京葉線経由で東京駅まで北陸本線、湖西線経由で JR 西日本の京都駅まで入線した実績が JR 東日本は2019年10月の12月に実施される新潟県省内ディスティネーションキャンペーンに合わせハイブリッド機動車の HBE300 軽車用を新造し同年10月より帰り帰るという愛称で新潟坂田間で運行することを発表した。これに伴いキラキラ植えず、は2019年9月末での引退が一部で報じられている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。